TBS ラジオ伊集院光とラジオと12月18日火曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの中村ひとみです。今日はですね、はい、普通のメールと言いますか、先週山崎賞を、差し上げた、偉そうだな山崎賞を送った、はい、方から後日談というかね、はい、ね、先週76歳の女性、金魚の里親さんに、はい、来年しようと思ってることみたいなメールの中で、近いうちに、76歳ですよ、女性ですよ、はい、膝の手術をしますと。で、普通に、その時のメールで言うと、まあ、ぼちぼち歩くことは十分できるんだと。うん、できるんだけれども、やっぱり、ちょっとずつ悪くなってくることを、悪くなっていくことを心配しながらはもう嫌だから、思い切って手術するっていう。すごくない？76歳で。そう、だってもう、わかんないけど、俺さ、歯をきちんと直さなきゃって思ってんのね、うん、全体的に、はい。で、そのことも言われるわけ。先生とかにもきちんとここでやった方がいいですよ。うん、でもなぁ、あさって死ぬかもしんないしってずっと思ってる、その、なんかめんどくさいやつ、そんな俺からしてみたら、76歳で、うん、そら、そうにガタはみんな来るじゃん。そうですね。それでもあんま心配なく、こう、暮らしたいから、思い切って手術しますっていうのはちょっとかっこよくて。あー、すごいですね。すごいでしょ。前を向いてる感じが。すごいでしょ、うん、で、その時、まあ、山崎賞だったんですけど、はい、その方から、先週のメッセージで来年膝の手術を決めたとメールした金魚の里親です。はい、あ、いただいたんですね、また。はい、またいただきました。ありがとうございます。それが来年って言ってたんだけれども、12月17日だから昨日。はい。に、手術の日が、決まりますか。そうか、決まりますだから、昨日多分もう決まって、うん、もうなんだろうね。いよいよその手術に向かっていくっていうんで、メールをいただいたんですけども、まあ、書き方としてね、この山崎賞をもらってびっくりしたと、うん。で、膝の手術がうまくいきそうな幸先のいい出来事だからっていうんで、前向きの人なんだよね。なんかそういう風に76歳になった時も自分も思いたいですよね。うちの、神さんのおばあちゃん、神さんのおばあちゃんが、香港が返還になった時だから1997年に90歳だったんだけど、はい、なんかね、半分オチみたいこと言っちゃったけど、うん、もう、パスポートが切れるから、つって、パスポートを更新したいっていうのね。で、香港に行きたいっていうわけ。で、で、最後だから最後だからって言うんだけど、うん、更新してきたら10年パスポートを10年パスポート更新してきて、へぇー、最後じゃないのって言ったら、香港が最後だからって言って、その香港が返還される前最後だからって言って、でも結局90歳で更新して99歳まで生きたからね。ほぼほぼパスポート使い切って、ですね、生きたから。でもそういうの大事だと思いますね。ちょっとうちの義理の母もパスポートもう更新しないって言ってるので、しろしろって、しろって言う、しかも10年10年しろって言います。僕の中ではやっぱりね、90歳で10年パスポート更新する人はそれぐらい生きるなっていう俺の中ではその時、なるほど、思って。メンタル大事ですね。メンタル大事、相当すごいというね、わざわざ報告って言いましたね。ありがとうございます、ね、ありがとうございました。さあ、それじゃあ、今週のメッセージテーマお願いします。はい、大掃除、捨てたもの、捨てられないもの。捨てられそうだねうじうじ持ってなさそうだね。そうなんです、私割ともう何でもかんでも捨てちゃって、うん、主人に怒られるタイプです。捨てちゃうのっていう、それそれもって言われちゃう、あれがないとか。あ、そう。はい、だから家の中で何か物がなくなると、まず真っ先に私が捨てたんじゃないかって疑われるんです。で、捨ててるんでしょ、どうせ。まあ、捨ててるものもあれば、捨ててないものもあるんですけど、そうなんですよ。捨てないもの教えてるじゃん、そういう人は。でも、捨てられないものは、私、独身時代のゴルフウェアが捨てられないって。うん、なんで？なんでですかね。まあまあ、高かったし、あとは、まあ、可愛いし、いずれやりたいな、また復活したいなって思ってるんですけど、うん、でも、さすがにもう、その時履いてたミニスカートとか絶対履かないはずなんですけど、
なんか捨てられないんですよね。え、他のお洋服は？はもうもうこれ着ないなと思ったらガンガン捨ててきます。そのゴルフウェアだけは捨てられないの？なんですかね。ちょっとコスプレ感覚があるのかもしれないですね。でもそれは逆に言うと旦那からしたら謎で、お前何でも捨てちゃうよ。なんでそれ捨てないのってなりそうだけどね。そうね。でも多分旦那さん気がついてないです。私がゴルフウェア捨てられてないことを。自分の中だけちょっと、あ、なんかその、ゴルフウェア見るたびに。幅取ってんなぁと思いながら。なんで私は捨てないんだろうと思いながら。そうなんですよ。でもそう、邪魔なんですけどね。でもなんか取っておきたいんですよね。すごいカラフルだし。見るとテンションが上がるんです。で、そっちはわかんない。逆に、はい、捨てらんないから、うん、今より痩せた時の服も、今、逆にもう二度と戻らないと思ってるけど、取ってあるんですか？マックスの時の服も、少し処分したけど、へー。取ってるね。それはいずれそのどちらかの体型になるかもしれないという希望的見解も含め、まあ、あと絶望的見解ね。戻るっていうのは両方あるのかな。ずいぶん処分したけどね。うちは、神さんも割と捨てられない人で、自分も割と捨てられない人で、なんかお互いどっちかが思い切って捨てたつもりのものを持ってくる感じってわかる。お、俺これ捨てたよねっつってるものが戻ってきたりとか。戻ってきてる。で、神様、神様、あれそれ処分したでしょ、うん、なんか家の前見たらあったから持って帰ってきたみたいなことすらあるから、捨てらんない家ですね。女性の方がね、捨てられる方多いと思いますけどね。そうね、割とうちのはさっぱりしてる人でも、人だけど意外に捨てらんないもあるね。さあ、そんな中で、捨てらんないものですけど、ラジオネームシナモンパパさん、はい、ありがとうございます。今年禁煙に成功しました。おー、すごい。30年以上タバコと付き合ってきましたが、うん、健康ブームと喫煙できる場所があまりにも限られている昨今、はい、やめるなら今だと決断しました。そんな今も長年愛用していたジッポーのライターが捨てられません。誰かに使ってもらえるなら喜んで差し上げるのですが、気づけば周りの同僚も皆タバコをやめた人ばかり、うん、しかもズボンの右側のポケットに入れておかないと何か落ち着かないので常に持ち歩いています。持ち歩いてるんですか？それすごいな。でもね、僕も超ヘビースモーカーがもうずいぶん前タバコやめたんだけど、はい、うん、なんとなくこうライター捨てづらいのもわかるし。持ってますか今家とかに。いや、やっと全部なくなったかな。実法的なやつも。なんかね、何が困るっつってもね、うん、すーごい強いビニールの紐を切るとタバコ吸う人みんなわかるよね。タバコ吸う人やめた人みんなわかるのは、すごい梱包のしっかりとしたビニールの紐を。ライター使うんですか？ライター使うとすぐ、プラスチックでできてるから。ハサミじゃないんですね。ハサミ探してくるからってあれで切ればいいから、あれのためにタバコもう一回始めてやろうかと思うぐらい、なかったりして。でもよく言うのは、禁煙を決意するときは自分の持ってる一番高いライターを人にやっちゃうのがいいよって。ダンヒルみたいなんじゃん、ああいうやつ。で、あとみんな同じ悩みらしくて、うん、ジッポーのライターあるじゃないですか。うん、ジッポーのライターの中を取って、うん、そこに入れる用のフリスク入れ売ってるよ。へぇー、おしゃれ。あ、でもそれいいかもしれないですね。そう、チャキーンって出して、中からチャチャってフリスク出して食べるように。おしゃれ。出てるのは多分おそらくみんな、タバコやめて口寂しいからフリスクにする人が多いからなんて思うんだけど。しかもジッポンのなんかこう見た目ってちょっとアンティークで、可愛いじゃないですか。うん、あとコレクションとかする。ね、なかなかこう捨てられないの分かりますもん、なんか気持ち的に。でもそれいいですね、フリスク入れ。そうね、そういう風に使うとまた、この、禁煙も続くんじゃないかなと。捨てなくて済みますしね。さあ、ということで、捨てたものだけじゃなくて、捨てられないとか、捨てようと思ってるもんでもいいです。送ってください。メッセージの宛先は、メールアドレス、ij@tbs.co.jp、ij@tbs.co.jp、ファックスは0355620954、0355620954、また番組のホームページにある投稿フォームやメール投稿アプリ、伊集院光とラジオとスマホとからもご参加いただけます。捨てようとした日に限ってそれ捨てられるゴミの日が3日先だったりする。
んで、その3日間でちょっとまた気持ちが揺れちゃう、うん、おはがき封書で出してもらうと決意が揺るぎませんので、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで送ってください。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント、さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。はい、ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時まで時間が許す限りお付き合いください。この後10時からの伊集院光とラジオとゲストとには探検家の角畑雄介さんが登場、闇に向かった冒険ノンフィクション極夜行についてじっくり伺います。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時42分になりました。この時間は皆様からいただいたメールやお便りをご紹介します。はい、まずは日本行動からのお便りです。1874年明治7年の今日、銀座に初めてガス灯の火が灯りました。その後日本各地で急速に普及したガス灯ですが、当時は夕方になると天火棒という長い棒で街のガス灯に火をつけて回り、朝になるとその火を消す専門の仕事がありました。そしてこの仕事をする人は結婚していることが条件だったそうです。なんで？なぜかと言いますと、朝寝坊したらガス灯がつきっぱなしになってしまいます。当時はまだ目覚まし時計などない時代、そうしたトラブルを少しでも防ぐためこの仕事をする人は既婚者でなければならなかったというんです。なんかすごいな。他にも時間守んなきゃいけない仕事はいっぱいあるような気がするし、ね、もっと言うとうちの旦那が全然起きねえって言える人も多分いるからさその逆もいるだろうからさ、はい、結婚してても、しなくても起きる人は起きる気がするけどね、はい、うん、という条件ということで、まあ当時の人にとってガス灯はまさに文明開化の日、新しい時代を照らす希望の光に映ったことでしょう。そして間もなく迎える新しい年にも希望の光をお忘れなく。心をつなぐ安らぎの明かり、日本行動の毎日ろうそくです。美しい日本で作られた毎日ろうそく、新しい年のご用意にどうぞ。日本行動からのお便りでした。急に思い出したけど、初めて一人暮らしした、はい、マンションの隣の家のおじいさんが朝7時に急にキエーって手を上げるのね多分空手かなんかやってそうだと思うんだけど、はい、もうそれがさ嫌でさ、深夜放送で帰ってきてさ、やっと寝たと思ったらさキエーってやるおじさんで、ある日風邪ひいたかなんかで言わないわけおいもう7時じゃねえかよみたいな寝坊しちゃった、なんで来てあげねえんだよみたいな、ね、目覚まし代わりだったんですね。あのおじさん元気かなさあ、メッセージですけども、大掃除捨てたもの捨てられないものですけども、ね、多いです。これは、同様多数なんですが、はい、ラジオネームキムコさん、ありがとうございます。私が捨てられないのはコード類、電源コード、すごいよね。今は捨ててしまったこたつのコードをはじめ、本体はとっくにないワープロや、テープデッキの電源コード、たくさんあるステレオのあのピンコード、赤と白の、はいはい、でビデオとさらに黄色が入る、黄色もありますね、はい、昔のパソコンと周辺機器をつないでいた様々な接続コード、初代ファミコン以来のコントローラーもう絶対使わないアナログテレビのアンテナのフィーダー線で、ね、平たい、横に平たいね、ちょっと存じ上げませんけれども、あるんですね。そうですか、あります、ね、なんで捨てられないんだろう。一応ね映画のシーンにあるように何かピンチが起こった時それこのコードのどれかがあったおかげで大惨事を免れてよかったってことがあるかもしれないな、だって。いやだって映画でコードって言ったら首絞めるしか思い浮かばないですけどだけどピンチ乗り切るってアダプターとかのもう何のアダプターだか分かんないやつ家にすごいいっぱいある、ありますか？すごいいっぱいある。でも捨てちゃうともしかしたらこれ必要だったかもっていうことですね。でコードもなんかこう電化製品のこう過渡期みたい時に変な規格が出るの、うん、あーはい、でそれを捨てちゃうともう手に入らないんじゃないかみたいに取ってる間に
もう企画ってさ、相当心づもりが決まってから出してくんね、みたいな。USB も変な形のやつあるよね、一個。あります?なんか。もう入らないですか?どのパソコン?ほとんどにもは入んないんだけど、ずっと使ってるカメラの充電でもなく、カメラの中のプログラムを書き換えるときだけ使うみたいな。で、これ手放しちゃうともうってなるから、ずーっと撮ってあったりとか、あともうなんだかわかんない部品とか。でもそのお手紙いた、お便りいただいた、ファミコンのコードとかはもういらなくないですか?なんだけどね。でも捨てられない。なんかファミコンのコードさえあれば、千人の命が救えたっていう。そういうことがあるかも。わかんないけど。ね、いや、わかります。このコードが捨てられないは僕はよくわかります。さあ、今週のメッセージテーマ、大掃除、捨てたもの、捨てられないものですけども。はい。チョメゾウさん。ありがとうございます。今年の春頃。はい。一週間、家を開けて帰宅すると、うん、米びつに虫がついてる。あんだよね、米はね。ありますね。で、被害に遭った米自体は大した量じゃなくて、うん、ね、だから、まあ、その、入れる時期だったからね。はい、ね、最初捨てようかと思ったんだけど、うん、米を捨てるって。まあ、そうですね。ちょっとわかるよね。わかりますね、そこは。なんか、同種の人が、うん、サバサバしてる人もいるじゃんか。別にいいんじゃない?米だってって思う。でも、米を捨てるってやっぱ思うわけ、うん。で、最初捨てようかと思ったんだけど、庭に撒いたら、スズメが来たと。で、そのダメになった米を食べ始めたと。で、翌日から朝起きて、このダメになった米を撒くのが日常になったんだけど、スズメすげえ来るようになって、もうちょっとうるさいと、うん。で、ご近所にもご迷惑がっていう感じになったので、米を撒くのもダメになったんだけど、この米どうするって。いやー、どうしよう、それ。まあ、ここまでやった人は捨てていいんじゃねえかって俺ちょっと思いますけど。庭じゃないとこに撒いたらまたそうか、ご迷惑ですもんね。そうなんですよ、ね。ごめんごめん。どっかわけわかんないとこ撒いてるってなるのは捨てるってことになってくるから、ね、スズメが来ない、ね、庭じゃないとこに撒くは不法投棄ってことだよ、結局。なんか動物飼ってればね、大抵それを食べさせるとかね。そうだよね。でも僕はちょっと嬉しいなと思うのは、迷うは大切じゃん。米、これ米捨てるのはちょっと問題あるだろうって思うかどうかは、ちょっと大切かな。ありがたいかな。大事ですね。あと多いのは、同様多数は、プラスチックのスプーンをコンビニがくれるじゃん。あれもどんどん溜まるよね。あれはね、うちの主人が捨てられなくて取ってあります。そう、もう私がどんどん捨てていくんですけど。でもさ、いらないって言ったのにさ、帰ってきたら入ってる時の。そう、ありますね。いらないっつったよね、これと思うんだけど。主人は多めにもらってますから。何か、それで命が、千人の命が救える時もあるかもしれないから。ねえ、まあまあね。もう困んだよね。伊集院光とラジオと、今週のメッセージテーマは、大掃除、捨てたもの、捨てられないもの。メールアドレスは ij@tbs.co.jp。大掃除で捨てたものや捨てられないもの、捨てようと思っているものとエピソードなどを教えてください。伊集院光とラジオとニュースと。さあ、ここから解説をお願いします。今朝はニュースデスクの中村久人さんです。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。日産、はい、ですけど、なんかこう連日ニュースになる中で、指揮者の人の中には、はい、カルロス・ゴーン容疑者って、この後、なんていうの、その、刑が確定するの?しないの?みたいな。ああ、まあ、今、その、有価証券報告書に虚偽の記載をしたということで、まあ、再逮捕。最初の方については起訴されてますから、まあ、被告という形にはなるわけなんですけれども。はい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 、もう、追加の部分もあと3年分ってやっただけで、同じ、まあ、罪名といえば同じもなわけですよね。ただ、だけど、それ以外に今まで言われてたのは、例えば会社の金を使用に使って、まあ、例えば、その建物を
立てさせたとか、うん、あるいは旅行にこう使う費用を使わせたとかっていうことがあって、それそうすると、本来だったら会社に対する、まあ、背任行為だっていうことで、うん、特別背任とかでね、会社に損をさせたということで、訴えるべきっていうふうなことになってくるんでしょうが、うん、その部分の話っていうのは、今は全然まだこれは、その、なんていうのかな、裏付けられたっていうことは来てないわけ、出てきてないわけですよね。はいはい、で、そうなると、虚偽記載だけって言ったら、いや、だけど本当にこれ虚偽記載になるのはどうなのかっていうのは、これも専門家によっても見方変わるわけですよね。で、そうなると、もし虚偽記載に当たらないってなったりすると、これだけ長い間、今までもその延長としてると、この今年いっぱい、まあ、拘置所から出られないわけですから、そういうだけこうやってたにもかかわらず、罪に問えないということになったりするとどうなのっていうふうなことを問題視する人がいるということですよね。うん、本来だったら、もっとここまでやってきたんだったら、もっと本来は特捜部の方が、まあ、裏付けがちょっと取れてるだろうにっていうふうに言う読み方ですよね。うん。うん。うん。まあまあ、まあ、結果が出ないとわからないんですけども、はい、ちょっとこう、国際的なルールも違ったりとかするから。まあそうですね。まあそういうのもありますし、そういうところもあるんで、まあ、その、海外から見るとちょっとわかりづらいっていうことも当然あるんでしょうけれどもね。うん。だけど、まあこれをきっかけに、その、今、ルノーと日産との間で、かなりそのつばぜり合いが続いてると。うん、まあそういうことですよね。で、まあ、後任の会長人事っていうのは、それこそ日本側とフランス側、どっちが急いでて、どっちがゆっくりしようとしてるんですか？まあ、フランス側は急いでますよね。はい、だから、その、今まで、とにかく、ゴーン被告のところにも全部権力が集中してたわけですよね。で、そのゴーン被告自身がもうその三者の、まあ、協定というか、アライアンスを全部こう握って全部やってたわけで、その人がいなくなったら、この後どういうふうにやっていくのかっていう、取り仕切る人がいないと。で、じゃあ次に取り仕切る人って言ったら、ルノー側にしてみると、ルノーの息のかかった人間をやっぱ追い込めたいと。はい、で、だから急いで、で、今、日産の株 44% ぐらい持ってますから、ルノーが。で、非常に議決権もあるんで、早いとこ株主総会、臨時株主総会開いて、ちゃんとそういう公の場で明らかにして、じゃあ会長決めようやって言ってると。だけど日産側はそうやってルノーに今、イニシアチブ取られるの嫌なんで、いや、その前に、その権力が集中した構造っていうのは直さなきゃいけないでしょうと。だガバナンスと言われるようなところをね、企業統治の部分をきちんとやっぱり立て直して、で、そこからの、その支援ももらいながら、いろいろと提言ももらいながら、次の方が決めていくのがいいでしょうって言って、まあ、まあ、言い方悪いけど、のらりくらりとこうやっていくっていう戦術に出てきたと。こういうことですね。なるほど。ねえ、さあ、次のニュースは、大きいとこだと、日立がイギリスで進めています、原子力発電所の建設計画。はい。ちょっと状況難しいと。そうですね。でも、うち限界数って、もうイギリスに言いましたと。でもこれ、限界です、日立限界ですって言われてもって、日本側も思いますよね。だってこれ、原発輸出って。そう、だから日本側はもうとにかく、うん、まあ、その、3.11 のね、東日本大震災と福島第一原発事故の前から、日本側にしてみると、その原発の輸出っていうのは非常にこう、成長、分野というふうに見てたわけですよ。で、ところがあの事故があって、東京電力も絶対安全だ、安心だって言ってたのが、ああいう状況になっちゃったら、もう世界中見てるわけですよね。うんうんうん、だからそんな絶対安全なんてありえないってことになってくるから、当然のごとく安全基準をもし、まあ、新しく作るとしても、どん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 高めてくると。で、そうなると、作るコストって上がりますよね。うん、でも、それこそ、いや、最初の頃は、その、当初、このイギリスのやつは、日立が3000億出して、あと、日本の、まあ、政府とそれ以外の企業とが3000億出して、で、イギリスの政府と企業が3000億出して、で、それにプラス、イギリス政府が2兆円の融資の、まあ、なんていうかな、保証をつけると。で、それぐらいの金額でできるでしょうって言ってたのが、どん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 今、高騰してきて、3兆円超えちゃうと。そうなると、その、イギリスが2兆円の融資保証してくれたところで足りなくなっちゃうわけですよね。で、なおかつ、じゃあそこまで3000億円って日本の他の企業、まあ、と日立以外の企業もね、お金出して、で、後で電気売って、それで回収するって言ったって、その電気をきちんとイギリス政府が、今 EU 離脱するだなんだとか言ってるのに、高く買い取ってくれる保証ないじゃないかと。うん、じゃあそんなとこお金出せないよねってなってきて、もうこのままじゃやっていけません。というふうに日立が。で、これで今のところ、それこそ、東芝、三菱重工がね、トルコとかベトナムで原発をどうやってやろうと言ってたのは両方ともこれも諦めちゃって、うん、今のところ日本が輸出しようとしてた原発って今総倒れ状態になってるんですよね。ほー、だからやっぱりその東芝の時もそうでしたけども、やっぱり 3.11 以降、
安全基準みたいなことがすごい上がってるんですね。はい、すごいやっぱり各国とも、ね、意識も高まってるし、で、逆にそれが高まったがゆえに、他のところで、いわゆるその再生可能エネルギーっていうのはものすごく急速に広がってて、うん、そのコストが下がってるんですよ。だから、その原発を作るよりもそっちやる方がコスト的にいいじゃないかっていうムードって広がってきてるっていうことは、これ世界的な動きとしてあるっていうことですよね。なるほどね。さあ、ちょっとずつ次々言って申し訳ないんですけど、まあまあ、これも結果どうなるか、まだまだ細かい現場検証いるんでしょうけど、あの、札幌のあの爆発の、はい、その原因が、スプレー缶のガスに引火したんじゃないか、未だにハテナは取れてないんだけれども、そのスプレー缶、100本以上のスプレー缶をガス抜きをしてて、みたいな話出てきてますね。だからその消臭剤ですよね。はい、はい。ベースにしたんだと。で、昔のスプレー缶って大体よく見ると、そのフロン。とかって書いてあったんですよね、はいはいはい。で、今そのフロンってほら、オゾンホール作るとか、はい、で、っていうことでも大体のものに変わってきて、で、この一連系のガスとかそういうものを使われるようになってくると、フロンはその不燃性だったんだけど、うん、今使われてるものってものすごく可燃性のものが高いわけですよね。可燃性の高いものが使われてるから、はいはい、で、しかもなおかつ空気より重いんで、下にこう溜まるっていう性質があるらしいんですよ。うんうんうん、だからそういうところの100本もそういうものを出してたりすると、気がつかないうちに相当溜まってるわけですよね。うん、だそこに引火すると相当のやっぱり、ねえ。ね、もちろんね、それ100本っていう量の異常さは別として、なんかその、元々が消臭スプレーみたいなもんが起因して、あの大惨事になるっていうのが、なんか僕の中でまだまだ結びつかなくて、まあまあちょっと今後ですね。あの、東京消防庁のね、管内で、はい、去年までの10年間に、実を言うと、ああいうボンベが起因とした火災ってね、1400件以上。東京だけで起きてるんですよ。そうですか。で、まあ、ほとんどがね、あの、コンロなんかに使ったりボンベなんですけども、はい、でも、可燃性ということで言えば、同じなんですよね。うん、これスプレーだから、ボンベ、そのガスボンベと違うから大丈夫だよって言っても、爆発したりする、その、力っていうのは同じぐらいあるわけですから、うん、これは非常にこう注意しなきゃいけない。だから、もう、建物の中、今寒いからって言って建物の中でやったんでしょうけど、もそもそもそれもよくわかんないし、ね、そこのところはもう最初もう。自分で嫌じゃないですか。自分でその、やってて、家の中でその100本からのボンベをなんか嫌だけどね。へぇー。さあ、あと、ペイペイ。はい。まあ、その、ペイペイに、なんかこれまだ全然これもわかんないんだけど、どうやら元々盗んでたクレジット情報を、ペイペイに乗っけて、ペイペイを経由して使ってるやつがいるんじゃねえかみたいな。まあだから実際に自分がペイペイと契約っていうか、アプリをダウンロードした覚えがない人に対しても請求来てるんですよ。うん、ペイペイで使ったっていう。はい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 。っていうことは誰か第三者がその人のクレジットカードの情報を盗んで、自分で別の、そのスマホのとこにペイペイをダウンロードして、で、そこでそのクレジットカードの情報を入れて、で、それで買い物しちゃってると。だから自分はペイペイなんていうの、そういうペイペイのペの字も知らないのに、なんかで知らないけど、クレジットカードが来てると。なんか変な要求、請求が来てるよみたいな。そう、そういうことなんですよ。もうなんかね、ほんとそんなの言われるまでもないよって思うかもしれないけど、結局クレジットカードの、その、紙、明細、はい、まあ、きちんとチェック しとくほか、守りようがないけどね。なかなかね、しない人もいると思いますけどね。それっぱなしになっちゃってる人とか、うん、もっと言うと、もうこのクレジットカード使ってないからって言って、うん、掘ってある人とかも多分いると思うんですけど。クレジットカードは本当使わなくなったらもうすぐ解約手続きするっていうことは、これはもう本当にこう やっとかなきゃいけないことなんです。少額のやつで来てたりするっていうこともあるんですよね。人に気がつかないようにそういうのを、例えば500円ずつとか600円ずつみたいになると分かんないじゃないですか。それも長年にわたってやってくると、そのそれだけも金額になるからっていうね、そういうこともありますんでね。でもなんかこうやってその電子マネー化が急速に進んでる中で、それに対して怯えもあるじゃないですか、はい、我々ね、大丈夫なのっていうのもある中でこういうこと起こるじゃないですか。なんかね、ダメな人はますますやばいわ、やっぱり現金じゃなきゃってなるけど、どうするんだろう。すごい電子マネー進んでて、うん、実際僕ほぼほぼその電子マネー使っちゃってるから、はい、あんま言われてみれば小銭触ってねえなと思うんだけど、初詣のお賽銭と屋台の会計はどうやったって本当ですね、電子マネーなかなかなんないだろうって。まあ中国なんかはもうね、アリペイなんかでちゃんと屋台でも全部そうですからね。そうなんだ。だって路上演奏してる時なんかのおひねりも全部それでやってますからね。なってるらしいね、それどころか中国あの、ホームレスの人が首から QR コードされてる。本当に本当に。それであの、ピローンで、みたいなことも。そういうの本当進んでるんですよね。なんか、
不思議な光景ですね、それ。ね。で、そんな中でこういうことも、まあ、起こるっていうね。伊沢さんどうもありがとうございました。どうも、失礼しました。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は、織広、ほか各社の提供でお送りしました。司法書士法人イストワールからのお知らせです。司法書士の田中司さんから過払い金や借金のことをいろいろお伺いします。田中さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速ですが、過払い金について教えていただけますか。はい、平成19年以前に消費者金融やクレジットカードでキャッシングを利用していた方は過払い金が出ている可能性があります。いつ借り始めたのか忘れたけれども借りたのだけは覚えているなんていうパターンもあると思うんですが、それくらい曖昧でも大丈夫ですか。はい、借りていた会社名だけしかもう覚えていないという方も結構いらっしゃいます。ただ会社名が分かれば調べる方法がありますので、ぜひお問い合わせください。調べてもらうのに費用はかかりますか。イストワールではお電話でのご相談から過払い金の調査まで無料にて行っておりますので、気になる方はお気軽にお電話ください。手元にカードや明細も残っていない場合でも大丈夫ですか。はい、もう資料が何もないという場合でも最後までお手続きできますので大丈夫です。調べた結果まとまった金額が戻ってくる時もあるんでしょうか。そうですね、ご利用期間にもよりますが、中には100万円を超える過払い金が出ている方もいらっしゃるんです。ただ過払い金は全額返済した時から10年経ってしまうと時効により取り戻すことができなくなりますので、まずはお問い合わせいただくのがいいと思います。一度ダメ元で電話してみるのもいいかもしれませんね。ではお問い合わせ先をお願いします。はい、司法書士法人イストワールのお問い合わせは 0120-07-07-07 0120-07-07-07。 お電話は午前8時から午後の10時まで、土日祝日も受け付けております。司法書士法人イストワールからのお知らせでした。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の佐々木さとみさん、お願いします。はい、お願いします。関東地方は今日からしばらく寒さが和らぎそうです。お、ありがたい、はい、ありがたい。実は昨日も前橋で17度を超えるなど、うん、内陸では秋に戻ったような気温まで上がったんですね。で、まあ、この先17度まではいかなくとも週末にかけては15度近くまで上がる日が、うん、多くなりそうです。東京の予想最高気温を見ていくと、今日は13度で、明日から金曜日にかけては14度、土曜日15度、日曜日13度ということで、まあ、明後日以降雲が多くなるんですが、曇ってもそんな寒くはないかと思います。で、朝晩の気温も日に日に高くなって、次の土曜日は最低気温でも都心で8度の予想なんですね。一頃の最高気温、うん、ありがたいですね。はい、最低気温ということになります。はい、あの忘年会帰り、いつもの年よりもそんな寒くないという感じになりそうです。で、天気は今日明日は広く晴れて洗濯日和となりますので、今日明日でカーテンを洗ったり、お庭とかベランダの掃除をしたり、はい、大掃除第一弾始めてもいいかと思います。ありがとうございました。気象予報士の佐々木さとみさんでした。俺の五つ星、この時間はケーズ電機、大成ユーレック、大谷さんの提供でお送りします。皆さんにもきっとあるはずです。思い出とともにあるあの味が、学生時代に入り浸ったあの食堂のあの丼、家族がたまに連れて行ってくれたあのレストランのあのスープ、あの味、あのお店、今はどうなっているのでしょうか。俺の五つ星。時刻は9時24分です。ここからは思い出の五つ星メニューを調査して報告してもらうコーナーです。今日はリポーター2人ですね。まずはこの人です。おはようございます、パーマ大佐です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そしてもう一人。おはようございます、湘南デストラデのナオデストラデです。さあ、それではですね、まあ、二人いるということは途中経過報告ということなんですが、今日の報告、まずはこちらからです。43歳、男性、中さんの俺の五つ星。
歌舞伎町31歳の自家製梅酒。およそ10年ほど前、新宿歌舞伎町の西武新宿駅脇の裏路地にあった居酒屋31歳を探しています。当時30歳を過ぎたばかりだった私は、行きつけとなるお店を探していました。そんな時、薄暗く秘密基地のような雰囲気のこのお店に勇気を出して入ったのですが、入ってみるととても落ち着いた居心地の良いお店でした。痩せて髪の毛の全くないマスターの料理は絶品で、タレに漬け込んだスペアリブやコトコト煮込んだビーフシチューなどを食べては大人な気持ちに浸ったものでした。東京では珍しい明石焼きを作るとき、マスターは地元の料理だと言っていたような気がします。そんな31歳で私が特に好きだったのが自家製梅酒です。漬け込んだ梅をかじると深い甘みが口に広がり、果肉に染み込んだアルコールで一気に気持ちよくなったことを覚えています。漢字では、三つの汁に、一、そして野菜の菜と書くのですが、店名の由来は、マスターが31歳の時に始めたからだと言っていました。そんな31歳ですが、ある日突然、張り紙が貼り出され、家賃のことで大家と揉めて出ていくことにしたとのことでした。マスターは、またどこかでお店を始めるよとおっしゃってましたが、その後どうなったか全くわかりません。できることならまたあの梅酒を味わいたいです。何かご存知の方は教えてください。これさ、よくよく聞いてみるとさ、はい、最後にどうやらさ、大家さんと喧嘩分かる、ね、これ担当どっち？あ、僕パーマ大佐です。よろしくお願いします。結局最終的に場所特定してからの現地調査っていうさケースが多いじゃん。はい。そんな中で歌舞伎町で大家と揉めて出て行ってるっていうところに行くのちょっと嫌だなと思うんですけど。現地調査のこと考えたら、ね、そうですね。一応10年ほど前の案件です。はい。これ、最初に、これ読んだ時も言ったと思うんですけど、新宿歌舞伎町でしかも西武新宿駅の脇の路地裏。はい。裏路地。っていうと、あの辺もほんと若手のお笑いが、お笑いライブやってるライブハウス多いよね。多いですね。それこそ僕もナオさんもよく新宿のライブハウスでお笑いするってなったら、うん、あそこら辺に劇場が4つ5つあるんで。だから知ってるやついてもおかしくないよね。もう2、3分歩きゃ20人ぐらいの芸人に会うぐらい。そうなんだよ、ね。本当にそれぐらいですよ。それぐらい芸人が歩くところなんで。そうだよね。はい。さあ、3つの汁に1つの、菜、野菜の菜で、31歳、情報はどうですか？まずはですね、ちょっと珍しい投稿が来てるんで、こちら紹介します。45歳女性、ボンバーアネさんからの投稿です。はい、うん、歌舞伎町の31歳、知っています。いきなり知っています。10年以上前、常連だった弟に連れて行ってもらってから気に入り、その後、友達とも何度か行きました。うん、確か、カウンターがメインで、店主との距離がとても近いお店でした。ラジオを聞いてすぐ、常連だった弟だったら31歳についてもっといろいろ知っているはずと思い、久々に弟に連絡をしてみました。ほう。すると弟から、その投稿をしたのは僕ですと。なんだよー。すげー期待しましたよ。そこ、はい、そこ戻っちゃった。弟さんの知っていることは我々も知ってますね。そうですね。はい。弟さんが依頼者だったっていうね、投稿なんですけど。すごいね。じゃないですか、この方。この方もありましたね。元々のチューさんだっけ？はい。チューさんのお姉さんがボンバーでさ、ああ、43と45だわ、お姉さんだ。そうですか。そうですか。なるほど。もしこれで何か全部分かるようだったら家でやってくれって話だから。そうですか。まあ、でもまあ、お姉さんも弟さんも気に入ってたお店だったっていうことですけど。そうですよね。
面白すぎますね。面白すぎてこういうこと起こんだね、ラジオってね。面白いですね。思考がやっぱり似てるんですね、兄弟で。ね、そうなんだ。好きなラジオも似てるし。ありがたいね、でもそういう意味じゃ。本当だ。まあ、仕切り直して、ご兄弟の方以外からも情報が届いて、はい、大丈夫大丈夫次、父が、みたいな。大丈夫大丈夫です。家族親が。どんどんこの中さんの家族が揃っていくパターンないだろうね。ないです。ちゃんと大丈夫です。はい、次はですね、55歳女性、まるちゃんからの投稿です。はい。私も31歳に1990年頃から2000年あたりまでよく行っていました、うん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 、私が行っていた頃はまだマスターの毛は薄いながらもありましたその辺のマスターの毛量でどの時期に行ってたかみたいなのが分かんない。そうですよね。いただいたのは全くないって書いてありますからね、はい、10年前にはなかったみたいですけど20年くらい前には薄いながらもあったと。あった、ね、はい、店の作りが変わっていて厨房が中2階のようなところにありました。へー、割と無理やり立ってる感じだねっていう感じですかね。ちっちゃい店も多いもんね、あの辺ね。明石焼きも美味しく、店長の作る料理は手の込んだものが多くて、店内はいつも盛況で、自家製梅酒、洋酒、焼酎、日本酒の地酒などなどお酒の種類も豊富でした、うん、トイレには劇団や若手の役者さんのチラシがたくさん貼ってあり、その中にお店のスタッフ募集の張り紙も貼られていて、容姿端麗、頭脳明晰、発球容赦などと書かれていたと思います、うん、条件が、うん、大型の台風が東京に接近していたある日、こんな日なら空いているんじゃないかと思い31歳に行ったところ、案の定ほとんどお客さんがいなかったことを覚えています、うん、その日はマスターのご厚意でピスタチオが食べ放題になり自分で瓶から出しては自由に食べた記憶があります。マスターも手が空いていたのでたくさんおしゃべりができて、ピスタチオは中東の子供が石で割れ目を作ってるというような話を聞いたのを覚えています。そうなんかね。その後足が遠のき、数年前お店を探した時にはすでにお店はなく、残念に思っていました。マスターがまたお店を出しているなら私も行きたいですという。はぁ、っていうことは15年ぐらいは営業してたお店なんじゃないかなっていうのはわかります ね。だからさ、その役者さんたちよくマスターこれ貼らしてみたいなことってあるじゃん、うんうん、はい、その行きつけのお店に、はい、こっから有名になってる人とかもいるかもしれないですよね。あとなんか後半さ、はい、その嵐の日、台風の日に行ってさ、マスターと話できたできた情報、はい、ほぼ役に立たないねマスターに関する人となりが出てくるかと思ったら、ピスタチオは中東の子供が石で割れ目を作ってるらしいよなんつって。でもなんか人柄がわかるじゃないですか。なるほど、すごいね。でもなんかすごくユニークな方だったんだろうなっていうのが ね、そうだね、はい、そういう距離感はすごい近い人だったのかな、はい、うん、そしてまだまだ情報は届いております。48歳男性、金ちゃんダムさんからの情報です。はい。20年ほど前は新宿に行ってお酒を飲む機会がよくありました、うん、その時私がよく行っていたお店が、明石焼きとビーフシチューが美味しい32歳です。あれ、あれ、記憶違いではなくて32歳です。ゴミついてたんじゃなくてじゃないです古くなっちゃって、古くなっちゃって、うん、32歳はもじゃもじゃのヘアスタイルの男性が店長。ちょっと。なんなの、何それ、こそっと抜けて。じゃないです。そんな。抜けて31歳に帰って、なんだよ、なんだよ。アフロが急に薄くなってなくなったじゃないんです。何これ。どういうことだ。とてもいい雰囲気のお店でした。場所は、今、ロボットたちのショーで有名な、ロボットレストランがある向かいあたりでした。はいはいね、しかし、32歳は、2000年頃に閉店しました、どういうこと。3年ほど前、西武新宿駅の近くのカラオケ館に行った時、そこから脇道に入ったところに31歳の看板を発見しました。もうその時には営業しておらず、看板だけが残っている状態のようでしたが、自分がかつて通っていた32歳とほぼ同じ名前のお店だと思いびっくりしました。場所も近くなので系列店だった可能性があるんじゃないかなと思いますっていう。え、
ちょっと待って、この人は32歳の方に行ってたんですね。で、1歳は、看板行ってないんだ。行ってないです。で、数年前、まあ、3年ぐらい前に、その看板を見て、え、同じ名前ってか、ほぼ同じ名前ってびっくりしたっていう。これどういう頃だと思う？関係、全くないってことは、ないよね。そうですよね。何なんだろう、何なんだろう、このもじゃもじゃのヘアスタイル。でも31。ずらかな、ずらかな、ずらかな、思い切った。かかりじゃないんだ。でも、経営の時期が被ってません？かぶって。2000年ぐらい。うわ、ちょっと謎がすごいけど、これはどうする？まあ、これの場所も絞られてきたので、うん、まあ、現地に行って、はい、調査をすることにしました。行くね。行って参りました。まず、31歳があったという、西武新宿線、西武新宿駅の近くのカラオケ館の場所に行ってみたところ、うん、投稿者の金ちゃんダムさんが3年前に見たって言ってるこの看板がですね、すでになくなってました。うん、まず、うん。そして、聞き込みをしてみた結果、やっぱお店の入れ替わりがすごい激しいエリアなので、ね、覚えてる人が見つかりませんでした。多分スタッフ今回不動産屋行ってないよね。大家さんがね。揉めてるって。揉めてますもんね。揉めてるっていう、ね。覚えてるでしょうけど、この野郎ってなりかねないからね。ただですよ。ただ、焼き鳥屋さんの焼き鳥万太郎の店員の方が、近くに31歳があったことを覚えてました。あら、そう。はい。そして、その焼き鳥万太郎の店員の方に31歳のマスターのことなどを聞いたところ、そこまではわからないという。ああ、そうですか。ただですね、とても重要な手がかりで、先ほどの32歳と31歳、系列店かどうか、関係があるのかどうかというところを聞いてみたところ、近くにあった32歳は31歳の系列店だったと、いうことなんです。じゃあ、32歳について調べたら芋づる式に出るってことだね。ということなので、まあ、今度は32歳があったロボットレストランのあたりで聞き込みをしてみたんですが。うん、あの辺は今インバウンドのお客さんとかもすごいいるよね。多いですね。うん、すると、覚えている人が、誰も見つかりませんでした。いや、あの辺は店相当入れ替わってたね。そうですね。覚えてない。覚えてない。覚えてない。33歳と34歳はは、なかったみたいですね。出てないです。だけど、系列店が増えてる可能性あるじゃん。ああ、確かに。1年ごとに新しいお店出そうって。だって、最初のところも31歳の時出したみたいな話だから、32歳で出した。だから今現在、31歳を探してはダメなんじゃない？だって10年前ぐらい。20年やってて、今63歳とか。63歳。背中が多いですね。今日店出してるとしたら結構それは増えてるわけじゃん。すごい増えちゃいましたね。まあ、そんな中ですね、こんな投稿が実は届いております。はい、32歳男性、ポントカードさんからいただいた投稿です。はい、31歳は知らないのですが、私の住んでいる京都に35歳という、うん、出たほら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 点々とほら35歳がという名前のお店があります。もしかすると何か関係があるのかと思い送りますということで来た。まさかのすごい自信つけて35歳の時に京都。ちょっとこれ年表が難しいんだよな。だって31歳は結構長い時間あったってことじゃないですか。そうですね。ってことは閉店する頃にはもう45歳ぐらいになってるあ、じゃあなんで35なんだろう。何なんだろうこの感じ。あの時の的なことですかね。で今度35歳も系列店で髪の毛が金髪でなこのヘアは何なんだっていう。そう、髪の毛でそれぞれ違う。で、まあ、気になると思いますのでこの京都の35歳に電話をかけて聞いてみました。おすると、うん、この31歳とは全く関係ないそうです。あら、そうなっちゃうの？この35歳の、この京都にあるお店はですね、正式には35歳天津というお店で、うん、京野菜とかを使ったヘルシーな料理が人気のお店ということなので、ちょっとお店のスタイルも違うかなと。うん、そして、まあ、もともと35歳は日本料理屋で、懐石料理などの献立の内容を表す名前なんですね。ああ、正当な名前なんですね。そういうこと、一十一歳とか言うじゃん。あ、はい、その一十三歳とか。言うよね。
と、その内容を表す名前なんですね。で、汁物と料理の数を表す言葉っていうことで、まあ、この一汁三菜や三十一菜、一汁五菜だけじゃなくて、三十七菜とか、懐石料理になると、あるっていう。普通に懐石用語として、もう、三十一菜、三十二菜、まあ、三十五菜もあるわけだ。で、もっと豪華になると30、15歳なども。もうよくわかんない。もうわかんないね、そうなってくると。なるほど。これどうする？ま、だからそうですね、この31歳のポスターを飾ってもらってた当時っていう風な方がもしこれ聞いてたら。あ、情報はここまで？あ、そうです、情報はまずここまでなんですけど。ああ、そうですか。でも31歳に出入りしていた俳優さんとか絶対いますよね。いらっしゃると思うんですよね。そうだよね。あと32歳の方は行ってたっていう人も今日からはあり得るよね。可能性あると思います。そうだよね。他に30、15歳はもう多分関係ないです。もう関係ないです。おそらく関係ないですけど、はい、ただもしこの人よそで出してると40何歳の可能性もあるわけだじゃん。そっか。あ、そうですよね。この人だって名前、年齢取るダジャレで出してる説が本当なら。ということで、ちょっと32歳、はい、それから今日初めて聞いたけどっていう人や、あの辺で、そういやチラシ貼ってもらってたなとか、はい、ありましたらそちらも送ってください。よろしくお願いします。さあ、いけますか？いけないとなると、ただ単に、なおはここに来てニコニコっとして帰る。さあ、もう一つ行きましょう。こちらです。50歳男性ビークラハチさんの俺の五つ星。福島県の旅館吉生のお味噌汁。1992年頃出張で福島に行くことがよくありました。その時に泊まっていたのが棚倉町にあった吉生という旅館です。お手頃な値段の吉生は年季の入った建物で、中庭には旅館の方の私物と思われる子供用の自転車やおもちゃが放置されているような旅館でした。そんな吉生を出張費を浮かすために選んでいたのですが、朝食で出るお味噌汁だけは絶品でした。私はお味噌汁が苦手で、今まで母親や妻が作ったお味噌汁も一度も美味しいと思ったことはありません。一流の料理店などでも出されたから仕方なく飲んでいるという感じなのですが、あの吉生のお味噌汁だけは美味しく感じました。仕事で行くこともなくなり、吉生が今どうなったかはわかりません。吉生のお味噌汁の美味しさの秘密は何だったのでしょうか。お味噌汁嫌いの私ですが、できることなら死ぬ前にもう一度あの吉生のお味噌汁を飲んでみたいです。何かご存知の方は教えてください。さあ、吉生のお味噌汁。はい。お味噌汁こんな嫌いな人もなかなかいないよね。ね、なんか嫌だ。家のお味噌汁も嫌なんだもんね。ね、一流料理店で仕方なく飲んでるレベルですからね。ねはい、ということで、まあ、福島の案件ということで、この五つ星、ちょっと届いた情報の数は少ないんですけど、まあ、いくつか貴重な情報をいただいております。はい、まずは37歳男性、大輔さんからの投稿です。はい、母の生まれが棚倉町なので吉生について聞いてみました、うん、すると名前は覚えていました。おお、そうなの。おすごいな、棚倉町出身なの、はい、お母様。はい、この大輔さんのお母様が、うん、で若い頃に地元の集まりがあり着物を着て吉生に集まったことがあるということでした。しかしそれ以上のことはわからないということでした。でさらに棚倉町ならではのお味噌汁の特徴があるのか聞いたところ。おお、それ大事大事。ありがとうございます。すいません。特になかったと思うということなんです。ね、ですけど。あれはほら、名物、棚倉味噌。そうですよね。棚倉味噌。この町名物の棚倉町に有名なお味噌屋さんがないか聞いてみたんですが、
特にないということでしたというお便りでしたね。ないですか。でもこの方すごいね。ちゃんとお味噌で特徴的なお味噌地元にないの、ね、とかまで聞いてくれたんだね。そうなんですよ。出身のお母様に聞いてくれたんですけど、やっぱりないそうなんですよね。気づいてないだけじゃなくてですかね。当たり前だと思ってて、はい、でも実は棚蔵。でもさ、だとするとさ、この方がわかるはずじゃん。そっか。そうじゃ、ずーっとお母さんは棚蔵住んでる別だけど、わかんないかもしれないけど、ね、この方はあれ特徴的だったなってわかるけどってことね。そうですね。じゃあ、ここで調査の大きな手がかりとなる情報をいただいたのでご紹介させてください。42歳男性、ソラシドさんからいただきました。私は棚蔵町の隣町に住んでいるので、はい、はい。吉瀬のことを覚えています。おぉ、有名な場所なんです。吉瀬の経営者の方は、旅館の他に、旅館の隣にある、おもちゃ屋の鳥居と、近くにあった飲み屋、鳥スワンも経営していました。へぇー。おもちゃ屋の鳥居は、30年ほど前の棚蔵町近辺では、一番大きなおもちゃ屋でした。ほう。誕生日やクリスマスには親や祖父母におもちゃやゲームソフトを買ってもらった思い出があります。おもちゃや鳥居の黄色い包み紙にはおもちゃの鳥居という文字と吉瀬と飲み屋の名前トリスワンという文字も書いていたのを覚えています。十数年前に旅館は取り壊され、おもちゃ屋と飲み屋も空き店舗になりました。ちょっともう何ですかね、その棚倉町の鳥居さん、はい、ね、旅館以外もおもちゃ屋さんと飲み屋さんも鳥居グループですよ。です世界に羽ばたくかどうかですけど、棚倉町的には羽ばたいてた、ね、結構田舎じゃあるんですよね。まああるね、はい、僕の地元なんて産婦人科が大人なホテル経営したり、すごいな、そのケアがちゃんとできてる。そうなんですよ、繋がってるんですよね。はい、ということで、まあ、あのこの情報をもとにですね、国会図書館に行って調べてまいりました、はいはい、でまず旅館ということなんで、当時の旅行雑誌ルルブに何か載ってないか、ああそういうことだ、はい、見てみました、うん、で棚蔵町の情報ページにも宿屋の一覧のページにも載ってませんでした。まあまあ、アットホームな小さい旅館の感じだから、ね、そうですね、大きな規模じゃないから、まあ、ルルブには載ってないのかなと。はい。で、続いて、まあ、地図を調べてみたところですね、1992年の棚蔵町の地図に、吉瀬という文字を発見しました。うん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 、で、ホテル吉瀬という名前で地図に掲載されていて、隣にはおもちゃ屋さんらしい鳥居ストア。そして駐車場を挟んで鳥スワンもありました。ある。はい。場所は間違いない。場所は間違いないです。で、まあ、正確な住所が分かったので、うん、現在の地図と電話帳を参考にして、近くにあるお店に電話をかけてみました。うん、するとですね、吉瀬のことを覚えている人いました。で、昔からのお店が結構多く残ってる土地なので、うん、十数年前に亡くなった吉瀬のことを知っている人も何人かいらっしゃいまして。なるほど、なるほど。で、特にですね、吉瀬の近くにある和菓子屋さん、寛成堂の方が吉瀬さんのことをよくご存知でした。うん、吉瀬、トリーストア、トリスワン、この3店舗はトリーさんという方が経営されていたお店だと。はい、で、もともと経営されていたトリーさんの旦那さんが亡くなった後、息子さんが後を継いだそうなんですが、しばらくして旅館やお店を閉めてしまったそうです。まあ、そこまでか、これも。はい。で、その後のことについてはちょっとわからないそうなんですよね。まあでもさ、地元の人は泊まらないじゃん。そうなんですよ。旅館なんで地元の方は泊まらないんで、お味噌汁を飲んだことはないそうなんですよ。そうだよね。はい、あ。そうか。だからまあ、この一応は、ホテル、吉瀬だっけ。ホテル吉瀬泊まったことある方引き続きっていうことですね。あとは、トリスワンで飲んだよとか。はい。おもちゃ屋さんのトリストは。おもちゃの鳥でファミコン買ったよとか。はい。ファミコン買った時に味噌汁ついてたよみたいな。つかないよ、ね。まあ、ありましたら情報ください。まあ、一応途中経過ということで、今日初めて聞いた方も、だったら、ほんの些細な情報でも構いません。送ってください。二人は引き続きまた調査報告お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。山崎、伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は、山崎パンの提供でお送りします。山崎。伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマは大掃除、捨てたもの捨てられないもの。
メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から小豆と甘栗をふんだんに使用した栗かのこに、直火焙煎黒ごまペーストを使用した黒ごま餅、素朴な自然の風味を生かした芋羊羹にぜんざいや、一口タイプの羊羹も入ったバラエティ豊かな和菓子詰め合わせと、ヨーグルト風味の2種類のプリンにフルーティーな風味のみかん、ピーチ、グレープのゼリー、サクサクとした食感の富士屋デリシャスパイが入った洋菓子詰め合わせをセットにして、山崎からプレゼントいたします。さあ、ね、ラジオネーム、ルピアさん、これ2通いただいたのね。いっぱい思いついた時は、そう、どんどん書いていただいて構わないです。はい、構わないとかありがたいです。これすごいなと思ったのはね、うん、毎年のように増えて、毎年どうしようか捨てられずに迷ってるのがネジ。ネジ？組み立て家具やプラモデルについてる予備のネジ。あー。多分使うことはないんだと思うんだけど、うん、30年間でかなりの量になりました。今年はネジ用の箱を買ったので、多分捨てられないと思います。わざわざ買っちゃったんですね。でこれわかるなと思うんですよ。同じ人がだよ。はい。ルピアさんが、うん、ステッカー2枚送りますね。思い切って捨てました。子供の頃の水泳の大会でもらったメダルやトロフィーが山ほどありまして。それで、それを改めて確認したら、まあ地方大会のものだし、人様に自慢になるわけでもないからっていうんで、先日の大掃除の際に全て捨てました。いや逆ですよね。そうなのよ、完全に逆ですよね。ネジ取っとくタイプの人なのに、うん、はい、ネジ専用の箱もいらないし、いらないんだよ。この表彰状とメダルはいるよね。ね、あっていいよね。なんですかね、わからん、人間はわからんね。ありがとうございます。2通ともステッカー送ります。TBS ラジオ伊集院光とラジオと角畑雄介と、おはようございます。今日は太陽が昇らない暗黒の世界、極夜の北極について語りたいと思います。よろしくお願いします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。こんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの中村ひとみです。 CM 内で話したら同様多数なんですけど、背広買うとポッケに入ってるボタンと、こう、切れあんじゃん。ちっちゃい切れ、はい。あれ、さ、絶対、使わない。いや、そうなんです。で、しかもさ、ボタン取れた、そういえばって時に絶対見つからなくない。見つからない。あと、あれ、生地どうやって使えばいいんですかね。いや、ちゃんとお裁縫やる人は、ああいうの当てられたりとかするんじゃないの、きっと。穴が開いて後ろから当てるんですか？わかんない。もしくは。使い方がわかんない。ずーっとあるなとだけ思ってるよね。あるなってあれたまるんですよ。すごいよ、こんな些細な話した後にいらっしゃるのが冒険家です。壮大な冒険をされてますからね。でその、ノンフィクション作家、冒険家の角畑雄介さん、この後いらっしゃいますけども、ご著書極夜行、北極の極に夜に行くで極夜行、本屋大賞ノンフィクション本の大賞を取っておりますと。で、これを、中村さん読んだんだよね。はい、読みました。で、すげえドキドキしたんだけど、うん、なぜという、もうまずもう疑問がいろいろ湧いちゃう。なぜ行く、なぜこんな不便なところに、不便なこの環境でみたいな。ちょっとそのあたりを、なぜ冒険する、聞かれても困るんだろうけどね。角畑雄介さんにぶつけてみたいと思っております。伊集院光とラジオとゲストと、この時間はセブン&アイホールディングス、東京カリント、他各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。本日のゲスト、角畑雄介さんは1976年生まれ、北海道出身の42歳、早稲田大学探検部に所属し、卒業後は新聞社勤務を経て、ネパール雪男捜索隊に参加するなどしました。2009年、単独で行ったチベットの秘境、ツアンポー峡谷の探検記、空白の5マイルが、開高健ノンフィクション賞や、大谷総一ノンフィクション賞を受賞。さらに今年、太陽が昇らない冬の北極を探検した記録をまとめた、極夜行が、本屋大賞のノンフィクション本大賞を受賞した、
探検家でノンフィクション作家の角畑裕介さんが本日のゲストです。さあ、ということでスタジオには角畑裕介さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。角畑さん、おいくつですか？42で、2月で43ですね。へー、はい、でも思った以上ちょっと若々しいっていう。あ、本当ですか？探検冒険してるだけあるかなっていうか。嬉しいですね。あ、そういうもんですね。こんな言い方変だけど、なんとなくエネルギーに満ちてる感じがする。はい、あ、本当ですか？うん。でもね、だいぶ落ちましたよ。やっぱり。はい。昔と比べると。はいはいはい。年齢的なものですか？年齢的なもんなんですかね。なんか、やっぱり、なんだ、いろいろめんどくさくなったりとか。一番めんどくさいことしてたじゃないですか。いや、そうなんですけど、こう、やっぱりこう、勢いがなんかね、ちょっとなくなってるかなとか。ちょっと待ってくださいね。その本を読んだ、中村さんの言ってるのと違うな、はい。どこ行ってんだ、この本の中の曲が。北極ですよね。はい。勢いのない人はね、北極に行けないです。そうですね。しかも太陽上がらないんですよ。え？太陽が上がらない。いわゆるずーっと晴れみたいなの逆ですよね。要するに太陽ずーっと出ない。ずーっと夜ですね。ずーっと夜なんですよね。うん、ずーっと朝とかよく聞く白夜、はい。その逆ですよね、うん。そうですね。そこに犬と角畑さんだけっていう。だってさ、僕はまだ、その、はい、読む担当今中村さんで僕まだ読んでないから、はい、中村さんが断片的に聞くと、用意してた食べ物を白熊に取られちゃったり。まあそうですね。はい。それはすごい勢いある人ですよ、ここ行くのは。もう、漠然とですけど、はい、なぜ行く、うん、いやー、それね、一番聞かれたら困る質問なんですよ。そうなんですね。自分の中でも明確にこう、ないんですか、うん、明確っていうか、いや、こうなんかね、こう、取ってつけたような説明できますよ。うん、なんかこう、死を感じることによって、はい、こうなんか生を感じたいとかね。いいじゃん、それいいじゃないですか。いや、いいけど。それは本音じゃないと。いや、本音なんですけど、うん、でなんでそれ死を感じると、こう、生きてる感覚を得られるのかとかね。もうそういうことを説明し出すと、うん、なんだろう、もう説明になっちゃって、どんどん嘘くさくなってくるんですよね。で、これもいつもね、すごく矛盾するのは、うん、こうやってラジオをお越しいただいてお話聞くじゃないですか。お話聞いて全部それが吸って説明できるなら、こんだけ熱い本は書かないわけだから、うん、そこには絶対矛盾は生じるんだけども、その矛盾してる様も含めて聞きたいのが、なんすかね、別に死にたいわけじゃないじゃないですか。いや、それ生きるために行くわけですよ。そうそう、うん、生きるために死に向かってるんですよ、この本を読むと。いや、死に向かってるんじゃなくて、やっぱ死を感じる環境だと、こう生きてるこう感覚がすごいビビッドに得られるわけですよね。はい、はい、で、普段の生活だとそういうね、機会がないじゃないですか。がんになったりだとか、うん、なんか病、ね、すごい病気になったり怪我したり、ぐらいですよね、うん、日常生活。で、その時大後悔と、すごく後悔するし、もうどうしようもない局面になることは、あるんでしょうけど、それを望んで作るっていう作業の、なんつうのかな。昔は多分そういう死を感じれるような生活環境の中で多分人間って生きたんだと思うんですよね。感じれるすが感じざるを得ないと、そうそうですよね、うん。そういうのがもうなくなっちゃってて、どっかでこうやっぱりぼんやりとしてるっていうか、うん、物足りなさみたいのがね、なんとなくあって、うん、で、やっぱり旅を出たりだとか、旅に出たりだとか、うん、ちょっと山、登山したりとかね、冒険したりっていうのは、その普段感じられないような、こう感覚を肉体的にこう感じるっていう意味があるとは思うんですけどね。うん、でそれのね、ずっとずっと手前で言うと、僕、離島行ったりとかすると、携帯電話のそのアンテナ一本も立たないところに初めて行って、はいはいはい、うわー、すっげー不便、笑っちゃうみたいになる時あるんですけど、それと、まあまあ、なんと方向性は近いのかな。なんかなんと自分で苦労の方に行ってんだけど。はいはい。いやでも苦労するっていうことはですね、やっぱりその便利であるっていうのは、なんだろう。まあ便利でいいんだけれども、うん、要するに時間とプロセスを省略するってことですよね、はい、便利であるってことは。はい、そうです。で、苦労して、その便利なものを捨てて、わざわざ苦労すると、その時間とプロセスを自分でこうかけなきゃいけないですから、その分なんかね、周囲のこね、いろんな世界と関わりが生じたりとか、うん、いろんなことが発見できたりとか、うん、より深まりが出ると思うんですよね。だからまあ面白いわけじゃないですか。うん、手をかけた方が。充実するし、うん、何でもこう、テクノロジーだとかにアウトソーシングして、全部自分じゃなくて何かにやってもらうっていう環境が、今すごい整ってるからできるんだけれども、あえてそれをやんないことによって、こう手応えだとか、面白みとかって出てくると思うんですけどね。僕すごい思ったのが、それって便利になったりとか効率的にするってことは、なんかセパレートするみたいなことで、例えば、
ラジオっていうのは情報ですってところまでギューってしちゃえば、うん、それは情報を聞くっていうだけのことじゃないですか、はい、だけど僕ら子供の頃ってね、雑音からチューニングをしてここだみたいのを見つける、ちょっとね今思うと宗教儀式的なことみたいな、俺が苦労してこれをキャッチしているみたいことはもうもはや情報からするとさ、いらないじゃないですか、うん、そうですね、よりクリアにすぐ聞けた方がいいから、うんうんうん、でそうするとこの便利とのせめぎ合いみたいになってくと思うんです、うんうん、普通に売っている食料を買って食べる、でカロリーがこれぐらいってことは栄養補給ってことだとしての食事はわかる、うんうん、けどじゃあそれを狩りから始めた時の何か、うん、何かわからないいろんなこう入り混じったものの方が、うん、なんでしょうね。大事なものがいっぱいあるのはわかるんですね。うんうん、あと、バランス。バランス。今回、その、北極行く時の、バランス、はい、持ってくもの、はい、持ってかないもの、はい、ここまでは自分の力でやりたい、はい、ここを、そこまではできないの、バランスみたいのは、どう決めていくんですか、自分。いや、やっぱりこう、自分のやりたいこととか、行動を、なんだろう、侵食するっていうか、なんだろ、それを持っていくことによって、自分が知りたいことが分かんなくなっちゃう。例えば GPS だとか、うん、極夜って暗いですから、はい、何が一番極夜の本質かっていうと、はい、見えないくて自分の居場所が分かんなくなることなんですよ。うん、そうすると、自分の居場所がどっかよく分かんなくなると、明日どこに行ったらいいのかとかね、本当に村に帰れるのかとか、それも分かんなくなってくるわけですよ。うん、そうすると未来が、なんていうの、リアリティのある自分のその未来の実態みたいなのが、うん、あやふやになってくる、うんうん。本当に3日後俺は生きてるんだろうかみたいなね、うん。見えないってことは、要するに未来も見えなくなるってことなんですよね。で、それが GPS 使うと、スパーンってわかるじゃないですか。で、それは極夜の本質である、その見えないことによる怖さみたいなのがなくなっちゃうんですよね。うん、ってことは極夜が理解できなくなる。面白い、うん、っていうことなんですよ。だから持ってかないとか、だから本当は衛星電話とかも持ってきたくなかったんですよね。それやっぱり、それは持ってった。それはね、出発前4ヶ月か5ヶ月ぐらい旅しようかなと思ったんですよ。まあ実際に80日で終わっちゃったんですけど、うん、4ヶ月5ヶ月家族がね、僕のことを生きてるか死んでるか分かんない状態はきついだろうなと思って、はいはい、まあそれは最終的に持ってこうと思ったんですよね。はい、家族いるんですね。家族いるんです。まだ子供が、当時3歳だったかな。いやだ、あ、ダメだわ。ねえ、ダメそうだわ。ここまでの信念の人を家族がいるからって、この携帯電話持たすまで行くって、やっぱ家族の力ってすごいですよね。そうね。まあそうですね。だ、僕はその冒険っていうのは、システムの外側に出ることだってことを言ってて、うん、だけど家族システムはね、なかなか外側出れないんですよね。でも僕はそれが、すごくて、僕すごい参考になるんです。なんか僕自分ルールに制限をつけるのすごい好きなんです。うん、でも途中でわかんなくなっちゃう。俺何の基準でルールつけてんだろうって、不便なところに行くのも好き。だけども、ポケットに携帯とクレジットカードが一応入ってるっていう安全保障みたいなじゃないですか。これをどこまでつけていいのかがいつもわかんなくなっちゃうんですよ。だけど今言ってる基準はとても大切で、俺は何を得ようとしてるのかってものに対して毎日じゃうものはなるべく外そう。だけど最低限これはやらないと、人との関わりも含めて仕事の関わりも含めてダメなんだってものは持とうっていうのがすごい伝わってきて、その自分ルールの決め方に対してすごくなんかこう参考になります。なんか今もう何でもできちゃえるじゃないですか。できます、あっけないぐらい。ええー。だからその普段の生活でも、例えば、まあ僕スマホは持ってないんですけど、はい、その、あんまりこう、なんか常にか、ね、検索して答えがわかる環境って良くないかなとか、うん、まあカーナビとかも使ってないんですけど、はい、まあだからそういうなんか、選ぶことって、結構もう必要な時代に入ってきてんじゃないかなっていう気がするんですけどね。そうなんですよ。なんか熊本の日本で一番こう段数のある石段3000何百段っていうのをやったんですよ、はいはいはい。で、その行き方に関しては調べなきゃなんないから、行き方調べてたら頂上からの景色がいきなり一番最初に、そりゃねえだ。頂上からの景色の写真出るんですよ。それを見に行きたいのに。これやったら終わりじゃんってなって。でもそれとこう切り替えて、いや実際に見たのとどう違うかは行かなきゃわかんないんだろうからとか思ったりはするんですけども、でもなんか確かにちょっと贅沢な話なのかもしれないけど、自分の中で
これと切る、これをやめるをやらないと、できない、うん、冒険できないし、これは残すもやらないと冒険できないですもんね。そうですね。だから、すごいテクノロジーの使い方は、やっぱり僕らの現場でも難しくなってて、はい、全部使っちゃうと、それって冒険じゃないんじゃないのっていうことになっちゃうんですよね。だけど、使わないのって、すごいね、バカバカしいんですよ。あるのに使わないっていうのも。バカバカしいと思うんですね。いや、バカバカしいですよね。やっぱり、なんであるのに使わないのって、やっぱ自分でも思うし。はい、はい。でも、だからみんな使っちゃうんですけど、はい、でもそこはなんかやっぱ線引きした方が、行為自体は深まるかなって気がしますよね。だから、ね、結構気合い入れないともう使わないっていうのは言えないんですけど。すごいですね。便利を拒絶するって結構大変ですよね。大変です。もうなんかね、ほんとバカバカしいんですよね。なんなんだろう俺って思いますもん。できちゃうんですもんね。うん。で、その上苦労するわけじゃないですか。その上、ああ、あれは持ってくれば、このは回避できたのにっていう苦労するじゃないですか。そうですね。それどんな気持ちですか？その予想以上の苦労が来ないとやる意味ないじゃないですか。はいはい。だけど予想以上の苦労は相当きついじゃないですか。うん。それどういう気持ちなんですか？大ピンチの時。例えばさっき言った GPS を持ってかないせいで、すごいこう、やっぱり、ものすごい不安になるんですよ。うん。うん。今自分はどこにいるんだろうって分かんないですから、はっきりとは。だけど、持ってきたらよかったなとは思わないですよね。それは俺が選んだルールだからっていう。でも、さらにこの旅行というかこの冒険中、自分が用意したものすら奪われちゃうじゃないですか。うん、はい。あの時はどうなんですか？これは最低限持ってこうと思って持ってったのに、はい、それすらも風に飛ばされたりとかなくなっちゃうんですよ。さらに今ぐらい考えて選んでったものもなくなっちゃう。またなくなっちゃうじゃないですか。しかもそれは前年に自分でソリ引いて運んで、うん、カヤックで運んで、うん、何日かかったかな。80日、ん ?3 ヶ月ぐらいかけて、自分の足で運んで、食料とか燃料とか運んだんですよ。その途中の無人小屋に。はいはい。それが全部白熊に食べられちゃったんですよね。それがその白熊ショックなんだ。うん、そうですね。もうずっと言ってた中村さんが白熊に食べられちゃうのよって話を延々としてるんですけど。それはもう絶望ですよ、本当に。でも、そういう方が、でもよりでも冒険としては意義があったってことですか？食べられた方が意義があったっていうことはないんですけど、でもそれは、なんだろう。まあ、僕割と比較的立ち直りが早いんで、うん、現場でこう、もう、呆然としましたけど、うん、もうこれはもう狩りやるしかないな、みたいな感じで、うん、考え方変えて、狩りをやって、例えば、ジャコウシって大きな動物がいるんですけど、ジャコウシの狩りに成功したら、うん、まあ、僕と犬の食料だけで多分1ヶ月分ぐらいは、バーンって増えますから、うん、そしたら、うん、よりなんか、うん、旅のね、深みとしては深まるんじゃないかみたいな感じで。これね、いつもね、ゲストを迎える側、こっち側はすごい苦労するのは、はい、やっぱなんか怪我を乗り越えて、さらに大きな成果を残したスポーツ選手とかに、あれですよね、じゃあ今思えば帰って怪我してよかったですよねって言っちゃうじゃん、俺ら。結果見たから言っちゃうけど、本人からそう、うん、そっちの方が良かったことがないってなるのはすごいよくわかる。だけど、乗り越えた時には、なんでしょうね、そのちょっとした日常を感じない奇跡的なことっていうか、うん、あるんですよ。道に迷ったおかげで会ったばあさんが超面白いみたいなことはすごいあるんですよ。で、あと、だそうすると迷ってよかったかっていうと、でも迷った時の絶望は、他人によかったとは言われたくないみたいなことは、俺の規模でもあるから、うん、でもそういう微妙なもんなんでしょうね。そうですね、うん、こう、なんだろう、こう、結果がどうなるか、まあ、事前にこうある程度こう予測しながらやるわけですけど、はい、その結果がね、本当にうまくいくとは限らないじゃないですか。はい、ある程度こうやっぱり不確定な感じで、うん、こう、なんだろう、先が読めないような旅みたいな感じ、はい、うん、っていうのが僕は好きだから、はい、まあ、今考えたら、白熊にその食べられたのも、うん、食べられてて、こう、やろうと思ったことが全然できなくなっちゃったんですけど。聞く限り、あらかじめこれだけはっていうのに用意しといたものを食べられてるんですよね。そうですね。だけど、それによって、じゃあ、その今回の探検が全然ダメになったかっていうと、そんなことはなくて、結果とは違う面白みっていうか、より深いことが分かったんじゃないかなっていうような気もしますね。だってこのキャリアでもうそんな北極まで行っちゃってるってことは、だって予定調和は嫌なんでしょ、結局予想した通りになっちゃったのは、まさにその通りなんですよ。がっかりの旅なんでしょ、全くその通りなんですよ。ね。はい。だからもう先が見えちゃった時点で、こう、やる気がなくなっちゃうっていうか。
いや、本当ですよ。この、本当にごめんなさい。規模の小さいもんで、本当比べて申し訳ないけど、自分がそういうある程度不便な旅に行くときに、必ずネットから来る反応はバカだなって、そんなもの今時、時刻表なんかインターネットで調べりゃ全部わかるぞって言われるんだけど、それは確認だからっていう、それを言って乗って全部繋がったは確認だから、ある程度は思った通りになった方がいいけど、全部になったときにがっかりしか残んないんだって言うんですけど、その辺は、だってじゃあ何お前自分で用意した苦労を苦労したって話してんだとも言われるわけですよ。だその辺がすげえ共有できる人の最高峰がいると思って今話をしてます。そうです。もうなんかこう調べちゃったらね、今何でも分かっちゃいますからね。はいはい、でそのだからここまでは調べるけどこっからは調べないとか、ここまでは便利なものを使うけどここからは使わないが、やっぱり俺の中では。でおそらくそれを超えて、ああやっぱり持ってけばよかったって時には、おそらく僕が角畑さんと会えなくなるっていうと思いますけど、今まで一番ピンチを、いろんなとこ行った中で一番ピンチですか。いや、チベットの大峡谷地帯を探検したんですよ、昔。はい、はい、その時にまあ夜中ヘッドランプつけて歩いてて、まあ、こんなにどんぐらいですかね、まあ切り立った峡谷、はいはい、でまあ木は入ってるんですけど、はい、木をこう伝えながら行ってて、はい、でこう足をこうかけて、はい、木の根っこに足かけたんですよ、はい、そしたらその木の根っこが腐ってて、はい、でゴロゴロってこう、はい、抜けちゃったんですよね、はい、でガーってこうザックの方が、はい、こう落ちてって、はい、でそれでもう勢いついちゃって止まんなくなって、はい、もう今でも鮮明に覚えてるのはこう左手でこうヤブをこう掴んだんですよ、はい、でズルズルズルって抜けて、つかめた、これわかる、スローモーションだから、つかめた、抜けんのかっていうあの感じだ、はい、コロコロコロって転がって、はい、で死んだと思って、もう下はもうガーってもう激流ですから、死んだと思った、死んだ出ましたか、10メートルぐらい落ちて、こうなんか大きな木があったんですよ、たまたま、はい、でそこにザックからボーンってぶつかって、はい、ピタって止まって、はい、助かったっていうのがまあ一番奇跡的な、こう、あれですかね、完全に死んでたケースだけれども。今のなんか本当にね、その、やっぱりノンフィクションで物を書くってすごいなと思うのって、今のって、例えば普通に実写で撮ってれば一緒の出来事じゃないですか。はい、だけどその踏んだっていうところ、ここは何にも思わず踏んだところがぐにゅっとしたぞって思ってから、はい、立て直せるかな、立て直せないかなと思ったら、遠心力でザックがぐるんっていった、これは止まらないんじゃないかってなりながら、ずっとゆっくり、今どっちが上？ゴロ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 、確か下にはその、すごい、谷があるんだって思う、あ、でもあそこのところにスローモーションでツタがあるから取れば俺は掴むことができた、いやこのツタ伸びるんかいってなった時のさあちぎれたこの感じがすごい僕は好きで、それちょっとラジオの醍醐味にも似てて、はい、何行書いてもいいじゃないですか、書き足りないし、この一瞬のことなのに、はい、なんかラジオとかで喋ってると何分喋ってもいいんですよ、この数秒の話、でも実感的にはそれが今まで一番やばかった。すごい記憶に残ってるんですね。そこでなんかこう、パニックになって何も覚えてないとかではないんですね。パニックにはなんないですね。だからその落ちて、バーンって止まった後も、いやー、ラッキーと思って。冷静。でもこんなことしたら死んじゃうなと思って。また会ったらって、こんなことしてちゃ俺ダメだなっていう。でその晩はそこでこう、ロープでこう確保して、止まって、ビバークして、で明るくなってからまた動き始めたんですけど。いいな、そのさ、一人ぼっちのその時の空気のさ、うん、俺生きてるな、の感じとか。あと、そんだけ危機に対していろんなこと瞬時に考えるのに、うん、その人が、あ、ダメだって思った後に助かんのとか、面白いですね。一言だから。そうですね、一言だから、すごい面白いですね。まあ、ちょこちょこありますよ、その、よく今生きてたな、みたいなのは、ちょこちょこあります。だから、悪運は強いなと思いますね。それは悪運が強いのは結果論で、ここ来てトークしてるからですよ。ね。そうじゃないの来ちゃうかもしんないんですから、縁起でもない話ですけど。さあ、ちょっと一つ CM を挟みましてですね、角畑雄介さんからまだ冒険のお話、本のお話聞きたいと思っております。ここで餃子の満州がお送りする天気予報です。
気象予報士の佐々木さとみさん、お願いします。はい、関東地方この時間平野部ではスカッと晴れていて、都心からも富士山が綺麗に見られるようです。でこの安定した晴れは明日まで続きます。で今日の最高気温は13度前後、冷たい風が今強く吹いているところも次第に収まるので、午後は日差しの暖かさ各地で感じられそうです、うん、で明日は今日より一段気温が上がって、南関東を中心に15度近くまで気温が上がる見込みです。でこの気温の高い状態週末にかけて続くんですが、来週はまたガクッと気温が下がって寒くなりますので、この先の気温の変化にはお気をつけください。ありがとうございました。気象予報士の佐々木さとみさんでした。伊集院光とラジオと角畑雄介と北極と、さあ改めて、今朝はゲストにノンフィクション作家で冒険家の角畑雄介さんを迎えしております。改めてよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。家族はい、奥さん、はい、どういう慣れ初めですか。慣れ初めっていうか、どこでもいいです。どうして結婚しようと思ったかとか、いろんなこと、どうして結婚しようと思ったのかっていうのはうちの奥さんが僕によく聞きますね。はい、奥さんがなんで私と結婚しようと思ったの。そうですね、プロポーズされたのは角畑さん。まあそうですね、したいと思ったところで、形としてはそうですね、形として、したいと思った、答えにくいですねこれね、ぶっちゃけて言うと、お笑いって仕事やってると結婚するの不安なんです、はい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 、面白くなくなるんじゃないかと思って、冒険家なんかもっとそうなんじゃないの。いや、もうすごい不安でしたよやっぱり。うん、まあ自由がなくなるんじゃないかってのはありますね。まず、ね、まあ、結婚生活とかでね、でこういうことできなくなるんじゃないかとか、はいはいはい、だから結婚しようって本当に思ったことってやっぱなかったですから、結婚する直前まで。なのになぜ奥様は、まあ気づいたらそういうことになってたってことですよね冒険家つまんねえ答えっすねそれだけど、そうな、まあでもそうとしか言えないんだろうね、もう結婚するしかないなみたいな感じにですよね。だから子供ができたとかじゃないですよ。で奥さんは逆によく受けましたね、冒険家ですよ、うん、もう向こうとしてももうそれしかないなみたいな感じだったんじゃないですか。結婚するしかない、もう理屈抜きのとこまで行っちゃったんだ。なんかそうでしたね。え、奥さんは例えば結婚した後にもうちょっと安全のこと考えてとか言わない、うん、それはその全く言わないんですよ。だって旦那クマに食べ物全部取られちゃってるんだよもう北極で。例えば、国内で僕登山も趣味ですから、はい、まあちょこちょこ山行くわけですよ、はいはい、でそういうのは結婚した当初は結構言いましたね。自分ばっかり山行って遊びに行ってみたいな感じで、はいはい、また山行くのみたいな感じで言われましたけど、はいはい、海外のその長期の、うん、まあなんて本気の活動っていうか、はいはい、それに関してはもう全く言われたことない。相談っていうか、まあ、相談じゃなくて、今度こういうことしようと思ってんだは奥さんに言うんですか。いや、それは言わないですね。まあでも言われても困んない、北極行くんだなんつって。でも一応心構えとして知っときたい、妻としては。でも言ってるかな、言ってるかもしれないですね。全く言ってない。どれぐらいですか。さらっという感じですか。うん、いやだから12月から行くよ、グリーンランド行くからとかね、で何月に何ヶ月帰ってくるとか、はい、でどんなことすんのとか聞かれて、いやこれこれこういうことしようかなと思ってんだぐらいのことは言ってるかもしれない。じゃあその持ってった一応その安否確認も含めて一応持ってる電話で、衛星電話で、今日食べ物がクマに全部取られちゃっては言うんですかそう、極夜の時は言いましたね。言ったの？今日っていうか何日か後に、言いました心配残された妻心配でも今年も行ったんですよ、これ極夜は一昨年から、はい、去年の冬に行ったんで、はい、で今年の春も同じぐらい長期でずっと行ったんですけど、その時は聞いたんですよ。携帯電話も、衛星携帯電話持ってかなくていいかって聞いて、そしたら、いいよって言われて、で、なんでって聞いたら、僕もね、びっくりしたんですよ。なんか、すごいあっさり、いいよとかって言って、逆になんか持ってって、たまに連絡来ると、連絡来なくなった時がすごい不安だったんですよね。そっか。今年は、75日間ずっと歩いてたんですけど、うん、春だったんですけどね、今年はね、うんうん、まあ、その間一切連絡取らずに、うん、で帰ってきて聞いたらどうだったって聞いたら、いやーもうやっぱり心配だったみたいなことは言ってましたけど、どっちもですね。でもなんかもう尺度が分かんないから、もう全然分かんないから、どうやっても心配は心配だし、そうですよね、100% 分かる方はどうやっても分かんないから、うん、もう奥さんからしたらほっとくしかないんだろうね。
まあ、うちの奥さんは割とこう能天気っていうか、はい、僕が危険な目に遭うっていうのはそんなに考えてないんじゃないかなって気するんですよね。考えてんのかな。考えてますよ絶対。特にてかもう考えるのやめないとさ。まあそうですね。お友達と相談したってさ、いやうちの人がさ熊に食べ物全部食べられちゃってさって言ったところでそうなのって言うしかないしさ、ね、っていうことでしょ。お友達がすごい心配して逆にでそれ大丈夫なのとかって聞かれて、それで自分もすごい心配になってきたみたいなことを言ってましたね。子供はどう思うんですか。僕のことですか。まあ、まずじゃあお父さんのことどう思ってるんですか。まあ、今いや分かんないですよね。今何まだ4歳ですから。4歳だとまだ分かんないか。今月5歳になるんですよ。でもなんとなく分かってるんじゃないですか。なんか北極に行ってるとかね、探検家ですとか、本書いてますとかっていうのは知ってますけど、それがなんだろう、何なのかってことは、まだ北極が何なのか分かんないじゃないですか。そうですね。北極と西日暮里の差がそんなに分かんないじゃないですか。遠いっていうだけで。西日暮里と違うぐらいは多分分かってる。ギリぐらい。だけど、どんどん分かってくると子供はどう理解していくんですかね。危険な目に遭いに行こうとか。結構それが普通だって思ってんじゃないですか。それしか知らないから、お父さんの。そっか、うん。よそのお父さんが白熊に取られてないことの方に後で気づいてくるんでしょうね。お父さんがまさかね、だって狩りしてるなんて知らないだろうし。この前、初めて、お父さんはなんで会社行かないのっていうのは初めて聞きました。やっと別れが見れたんですね。さあちょっと時間もいっぱいなんで5本のこときちんと説明しておきます、今年の本屋大賞ノンフィクション本の大賞を受賞しました極夜行です。これ文藝春秋から発売中です。税込み1890円なんですが、これ中村さんの感想はドキドキがすごいしたんですよ。はい、なので未だにこう私も大旅行した余韻に浸ってます。それと同時になぜと思うんですか。なぜもあります。今日聞けてちょっとだけ解消しましたけど、でも全然解消されない。相変わらずなぜっていうのはすごい残るんだ。はい、本を書くっていうのはまたどういう気持ちなんですか。こう冒険終わって書くわけじゃないですか。はい、まあ本書くのも目的ですか。僕の場合はそうですね。だから自分の行動したこと、見た風景とか感じたこととか、あるわけじゃないですか。その行動したことで、はい、でその行動行為にどれだけその本という文章表現を近づけることができるかみたいなので、やっぱりちゃんとした作品として仕上げたいなっていう気持ちすごい強いですよね。この曲やこう自分の中で満足度は、いやもう今までで圧倒的よく書けました。ちゃんと書けたっていう満足感ありますか。はい、うわこれ僕は読みます。読みます。なんかすごくございます。自分も何かが見えるようなちょっと気がして、じゃ最後に今後の夢や野望、こういうことを夢や野望、いやー僕北極行くたびに旅行の仕方がやっぱ全然下手だなと思うんですよ。だもっと上手くなりたい。もっと上手くなって一旦西日暮里行きません。西日暮里はね、一旦そこで一度リセットしないと、やっぱりちょっと俺ドキドキしちゃって、どうこの人またゲストにお越しいただけるんだろうかみたいな感じがしちゃうので。西日暮里何があるんですか。何があるか分かっちゃダメなんですよ。ということで今日のゲスト角畑雄介さん、ありがとうございました。ありがとうございました。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング、今朝の担当は TBS ラジオキャスターの田中ひとみさんです。よろしくお願いします。今日は TBS ラジオショッピングの人気商品、鹿児島県産特大うなぎ長焼きをご紹介します。でかいんだよね。大きいんです。スタミナをつけたいときはうなぎ食べたいですよね。美味しいうなぎで忙しい年末年始乗り切りたいものですが、ここ数年国産うなぎは高値の花、高くなっています。そこでうなぎの養殖日本一の鹿児島県で TBS ラジオショッピングが見つけてきたのは、伊集院さんも大好きなこちらです。美味しくてお値段も納得の特大うなぎ長焼きです。でいつも目の前にそのお重が現れるとはみ出してんねん、そこから。しかも3分の1ぐらいはみ出してますよ。ちょっとはみ出てんじゃないのよ。もう手に付きそうですよね。この大きなうなぎは1尾 190g の特大サイズなんです。でかい。では
うな丼をお召し上がりください。いただきます。うわすごいな。うなぎもどんどん貴重になっていくから、まあ、食べるときは感謝してとは思うんですけどね。はい、ありがたく。しかもなんかもう見るからに肉厚ですね。分厚くてふっくらしてるんですよ。でなんか焼き方も本当に上手だし、食べるといつも思うのは、いただきます。うまい。でかいからって大味なわけじゃないんだよね。そうなんですよ。まあうまい。味も美味しいんですよ。すごい食べ応え。山椒もついてますので、お好みで振りかけて召し上がりください。いただいております。美味しいです。うなぎの養殖日本一を誇る鹿児島県の中でも指宿市で長い歴史を誇る水産加工会社が、うなぎの仕入れから焼き上げまでを一貫して手掛けたこだわりの一品なんです。まずうなぎは熟練の職人さんが一尾一尾手でさばきます、うん、そして身と皮目を備長炭も使った陶火の強火で白焼きにしてから柔らかく蒸し上げています、うん、マイペースで食べてますよ、はい、その後秘伝のタレを使ってタレ漬け4回焼き3回と繰り返すことで、外は香ばしく中はふっくらと焼き上がるんです。もうタレも絶品ですよね。本当だよね。うなぎもこれだけ手間かけてもらえば本も買ってるぐらい、ね、ちゃんとやってますね。はい、もう出来たてを急速冷凍して真空パックにしていますので、袋のまま湯煎するだけで作りたてのうなぎが味わえます。セット内容は立派な丸々1尾の特大うなぎが2尾、うな丼にしておよそ6人前のボリュームでお届けします。かなり大きいので、でかいよ。はい、そしてこちらお買い得なのも人気の理由なんです。うなぎ専門店では小竹梅の中で特上にあたる松のうなぎは 160g 程度が多いんですけれども、今回のうなぎはその松を上回る 190g、 立派すぎてお店のお重に収まりきらないのでお買い得なんです。いや皮肉な話だけど、こういうことが起こるっていうのをなんかラジオショッピング担当して初めて分かりました。 でかすぎるってのはどこでもでかすぎんな多いってことが起こるんだね。嬉しい企画外っていうことですね。鹿児島県産特大うなぎ長焼きは、うなぎが2尾にうなぎのタレと山椒もお付けしまして、お買い得な税抜き5980円です。そして倍の4尾セットならさらにお買い得な税抜き9980円、うん、こちらうな丼にして12人前で9980円。お安い。十分ありますね。安すぎる。賞味期間は冷凍で製造日から2年です。別途消費税と送料を頂戴いたします。なお12月24日までにお申し込みいただければ年内にお届けいたします。ただし数に限りがありますので、お電話お早めに。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け、返品、送料などについてもお問い合わせください。なお、ただいま TBS ラジオショッピングの公式サイトからご注文いただきますと、次回のお買い物が 10% オフになるクーポンをプレゼントしています。ご注文お待ちしております。 TBS ラジオショッピングでした。まあ、うなぎもなかなかしょっちゅうとはいかないでしょうけどもね、はい、年の終わりに自分へのご褒美とか、はい、大掃除頑張った、うん、じゃあうなぎが待っているみたいのもいいかなと。はい、はい、今日もごちそうさまです。ありがとうございます。ありがとうございました。伊集院光とラジオと気になる人と、伊集院光とラジオと気になる人とは、とにかく僕やスタッフが気になった人にすぐに取材の申し込みをしていろいろ聞いてみちゃおうというシンプルなコーナーです。今日ご紹介する気になる人は、筋肉アイドル才木玲佳が気になったパワーリフティングベンチプレスの選手、奥村雅子さんです。私は奥村雅子と申します。年齢は88歳と5ヶ月になりました。で、私の趣味はベンチプレスっていうスポーツを16年続けてやっています。続けていけば、たとえ1キロって簡単に考えるけど、その1キロがなかなか上がらないんですよ。それに挑戦する気持ち、やったーっていう、その嬉しいですよ。上がった時なんか、上がらないとガシュンといっちゃうけど。今日ご紹介する気になる人は、筋肉アイドル才木玲佳が気になったパワーリフティングベンチプレスのシニアチャンピオン、奥村雅子さん、88歳です。
さあ、まあ、このコーナーですね、まあ、スタッフでもリポーターでもアシスタントでも誰か気になる人、会いたい人がいたら教えてっていう形で、まあまあ人探しをしてるんですけども、今日気になる人を紹介してくれるのはこの方です。おはようございます。プロテイン足りてますか？筋肉担当、元気やる気、佐伯麗華です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、アイドルからの質問ではかなり珍しいですけれどもね。プロテイン足りてますかは、はい、まあ、佐伯ちゃんは、まあ、どういうきっかけでこの方気になったんですか？はい、先ほどプロフィールにもありましたが、奥村さん現在88歳なのにすごいね。はい、まあ、ベンチプレス現役の選手で、しかも70歳以上のクラスの世界大会で4度も優勝してるチャンピオンなんですね。で、一般的に年齢重ねるにつれて筋肉って衰えがちじゃないですか。そんな中でこの年齢になっても現役として活躍できる秘訣、これが気になったのでちょっとお会いしたかったんです。ベンチプレスとの仰向けに寝て、持った、はい、あの、でっかい、その、バーベルをグイーって上げて、きちんと上げきれば、いいってことだよね。そうです。これでどれぐらいを上げるの？で、この方は、はい、身長が156センチで、体重46キロなんですけど。すげえ小柄、はい、ね。そう。で、自己記録が、世界大会で 42.5 キロ。日本大会では50キロなので、自分と同じぐらいか、それ以上の重さを。シニアでありえなくない？ほんとそうなんです。スーパーウーマンなんです。すごいわ。はい。奥村さん、そのベンチプレス始めたきっかけみたいのは聞けました？はい、聞きました。実は奥村さんのご主人が追突事故に遭ってしまって、そのリハビリに付き合うようになって始めたそうなんですね。で、それが72歳の時。うーわ、すごっ。この年から。すごっ。きっかけもすごいけど、72からってすごくない？すごいです。で、最初は20キロくらいの重りから始めたそうなんですが、うん、やっぱりこうやればやるほど結果が出て面白くなってハマったそうなんですね。うわー、佐伯ちゃんと一緒。筋肉裏切らない。そうなんです。筋肉裏切らないね。はい。で、さらにすごいのが、その10ヶ月後には市民のベンチプレス大会に出て30キロまで記録を伸ばし、で、その時に審査員の方から、もう一生懸命やれば40キロも上げられる、世界大会にも出られると言われて、今に至ったそうなんです。でもさ、自分が51じゃん。51なんて衰えることしかないですよ、基本的に。72歳なんて普通いったらもっとそう思うでしょ、うん、一日一日衰えるものだって思うでしょ。伸びんだね、伸びる人は。挑戦する姿もすごいですね、うん、で、特にですね、気をつけていることというのが、体調管理、うん、はいよ。はい。睡眠が7時間以上確保。起床は朝の5時前後。うん、で、朝食が、お米は少なめなんですけど、うん、筋肉作りのために、朝から焼肉、肉料理を食べるんですよ。あ、今メニューの写真がありますけど、結構ボリューミーなお肉いってますね。そうなんです。はい。で、外食もせずに、徹底した健康管理をするのには、まあ、2年前に、ちょっとした、まあ、挫折を経験しておりまして、それが関係しております。ちょっとこちらお聞きください。奥村さん、脳の検査しようよって言われたんです。やったら、脳梗塞見つかったの。へぇ、うん、それで、即入院したんですね。治療はしてるけど、私の人生おしまいだな、今度何しようかな、なんて、思い思いに、入院してたんですけど。で、退院していいよっておっしゃったんですね。大丈夫ですかって。で、先生さ、言っていいでしょって。ダメ、今年はダメ。その次の言葉、その先生何とおっしゃったと。今年は言っちゃダメ。だけど奥村さんね、あんたはまだ先があるでしょって。で、その先があるでしょっていう言葉、私はね、嬉しかったの。っていうのは、90近い私に対して先があるだろうっておっしゃってくる。よーし、私は不死鳥になろうと思ったの、その時に。それから夢中になってやって、今年の南アフリカ行って、また金を取れたわけ。すごい。だから、絶対負けちゃダメね。自分はやっぱし意志を強くしとか、皆さんが思うには、マイナーなスポーツだから、そこ行って金取って何になるのって皆さん思うかもしれないけど、それを行く道、進む道が大切だと思ってるの、私は。金メダルよりも、自分が いかにして毎日を過ごしていくか、それが大事だと私は思ってるんです。そうすると今度何を考えるかっていうと、来年日本でやるでしょ。で、日本で、
年をとってもこういうふうにできるんですよっていうのを見ていただきたいと思ってるの。それにはやっぱし頑張らなきゃいけない。今一生懸命やってますけどね。いや、説得力は88歳にしてこの声の張りだよね。気持ちの張りだよね。はい、本当にお元気で、はい。で、現在は100歳まで続けることも視野に入れてるそうなんです。いやいや、続ける気がするねえ。で、おっしゃってたように来年は千葉県の成田で世界大会が開催されるので、興味のある方は行ってみてはいかがでしょうか、うん、もちろん奥村さんも出場予定ということです。いや、すごい。今日の気になる人、筋肉アイドル再起励下が気になったパワーリフティングベンチプレスシニアチャンピオン奥村雅子さんでした。さあ、エンディングでございます。本日の山崎賞のメッセージですが、ラジオネームキムコさんのコードルイが捨てられない。キムコさんには美味しさと品質の山崎から和菓子詰め合わせと洋菓子詰め合わせをセットにして山崎からプレゼントいたします。その他メッセージを読まれた方には番組ステッカーをお送りします。決めた。S 端子ケーブルはもう捨てよ。捨ててください、さあ、先週のプレゼントです。休暇村のセレクトギフト9パックからの一押しグルメ、おはがき当選者、島みかんですね。広島県の休暇村、大久野島おすすめの島みかん5キロ。大久野島行きてんだよな、千葉県阿鼻子市松本光弘さん、おめでとうございます。まあでもなんかその冒険家、さすがに北極の真っ暗なとこずっとは無理だけど、気持ちは少しわかんない。ああ、そうですか。まああと極論する人から言うとさ、なんかその冒険に行くのにあれ持ってくこれ持ってくっておかしくないみたいな話なんだけど、それともちょっと違う。自分はなんかそこわかるんだよね。苦労しに行くんだけども、ここからここまではネットで調べるけど、ここから先は絶対調べないとか、それでいて泣き言言ってんだよね。なんでこのバス停なくなってんのみたいなとかが、まあ、旅行はトラブルがある方が思い出には残りますけどね。そうなんだよね、うん、でいてその場で本当に心から困る、心から困るんだけど、ラジオで喋れる。ネタになるって思うのね。それが多分何か突き止めて本にまとめるんだみたいことと似てんのかなって。ただ問題はそのスケールのデカさに同じだって言っちゃう照れくささとか申し訳なさはあるんだけど、で家族もどっかちょっとこうネジ飛ばないと。そうですね、無理です。私だって旦那さんが朝起きてこないだけで死んでるのかなって思っちゃいますもん。ただの二日酔いなのにぐらい心配性だから、私にはやっぱ務まらないですね。ああいう方の。いや本当だよね、すごいことだね。いや、この後ちゃんとこの、曲やこうみっちり読ませてもらいたいと思っております、はい。いろんなゲストをお迎えしますんで明日も聞いてください。この時間のお相手は中村ひとみと伊集院光でした。明日はビギンの皆さん登場です。